秀樹病院という何かね、名称を書かれてますけども、まあ、この人はやたらと書き込みで何か絡んできてたので、まあ、こういうふうな、文章を記載しました。で、まあ、この人はその自分が記載した内容を、消しているのか、まあ、俳優、まあ役者さんの、高橋英樹っていう人の、まあ記事、まあこういうふうなものも上がってたんですけども、まあ、年配だから、こう、絡んできてるっていう可能性は、これはありますね、正直。まあ本日の日付で、先ほどの書き込みもだいぶ前で、やたらとこう時間があったら、そのまあ仕事がなくなったからか、何か、まあ、こういうふうな内容も記載してるんですけども、画面がちょっとぼやけてるのがね、あれですが。まあ、中山秀樹っていう人もいましたけどね、まあ、秀樹っていう名前だけのプレイヤーじゃ、実態なんかなかなかわからないんですけど、まあね。まあ、こちらはいろいろ記録は残してるんでね、ただまあ、ご老体の人たちも多いから、まあこういうふうな形にはどうしてもなるんでしょうね。